最後で入門スペシャル炸裂しました。たまたまです。優勝インタビューの時に 1.5 にしようか迷っていました。お話されていました。はい、多分昨日までの明日とさせる自信がなかったので、はい、だったら6コースで伸びるんでしたらこっちの方が優勝を狙えるかなと思いました。実際試運転トップの反応はどうだったんでしょうか。やっぱすごい感触が良かったので、もうこれで切り込んで決めました。スタートどれぐらいか分かりました。いや、こんなに速いと思わなかったです。おそらく02か03ですよね。本当に運だと思います。フルダッシュですか。フルダッシュです。もう一気に伸びました。それこそ細川選手の思いそうといったようなレースじゃなかったですか。ちょっと締め遅れてしまったんで一度引っかかってしまったんですけど、それでも出足もそれなりに良かったので、はい、いい感じで回れたと思います。さあ、どのあたりで優勝を確信されましたでしょうか。3周1マーク回るまではちょっと後ろが近かったのでちょっと気になりな池田さんが来とったやろ。池田さんが来とったやろ。細川選手、前期 F2 とスタート事故に苦しみました。このシリーズもまだ出走回数が少ない、そう無理はできません。しかしこの優勝は大きな弾みがつくんじゃないですか。いや、本当にたまたま優勝できたと思ってます。そんなことないで。はい、もっともっと優勝じゃん。次の女子リーグがあります。またもしかすると斡旋があるかもわかりません。おいでおいで、呼んでください。東京スポーツ新聞社関西支社広告部部長宮尾高見様より贈られます。広告部長、広告部長、昨年の6月、若松女子リーグ以来の部位となります細川優子選手にはアクアクイーンカップが手渡されました。そして今日は部長が来てたよ。ありがとうございました。おめでとうございます。すごい目の覚めるようなレースで、あのチルトはもう いつ頃考えてた。いや、ずっと隅の入ったらやりたかったんですけど、きっかけがなくてなかなか、でも、今日の朝本当に決めました。じゃあ本当にもういや、あのインスピレーションが浮かんだというか、まあ、レース改めて振り返ってどうですか。1マークの感じ、本当に足が良かったと思います。展示からすごい出てました。なんかよく見てないんですよ、自分の感覚だけで。とりあえず展示は乗り心地は来てたんで、伸びなくてもこれで行こうと思って、去年の6月の若松以来の優勝なんですけど、はい、まあ、1年半ぶりということで嬉しいです。次からまた頑張りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もっと面白いレースができるようにいそいそ頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうね。ありがとうございました。おめでとう。よかった。3や03。ありがとうございました。ありがとう。これプラグ持ってる。